ブルーグラスギター講座、題して、現代ブルーグラスのフラットピッキング革命の時間へようこそ。講師を務めます、私、斉藤ジョニーと申します。これから連載を担当していくにあたってですね、至らないところもたくさんあると思うんですが、少しでも皆さんにブルーグラスの魅力が分かっていただけるように頑張りますので、どうか最後まで、お付き合いください。で、特にブルーグラスギターに関して、いつしかこうブルーグラスさんのプレイスタイルをこう呼ぶようになったんです。それがフラットピッキング。ね。まあ、早い話はピック弾きなんですけど、でもそのただのピック弾きじゃない。フラットピッキングなんだっていうふうにまあ言いたいんでしょうね。まあそれだけの本当に、やっぱピック弾きに対して、それだけのね、特別なこだわりと、自負というものがあって、独創的なアプローチ、工夫がブルーグラスギターには詰まっています。まあ私自身、ブルーグラスって音楽と出会ってですね、本当に衝撃を受けて、まさに革命が起こったんですよね。アコギでこんなことができるんだ、こんな音が鳴らせるんだっていうことがですね、今の自分の音楽のキャリアにつながっているので、フラットピッキングの魅力を再発見すると同時に、ぜひ皆さんの中でもフラットピッキング革命を起こしてほしいという願いを込めて、この講座やっていきたいと思います。最後までどうかよろしくお願いいたします。第1回目はですね、まずはやはりブルーグラスギターのその伴奏のやり方、ね、バッキングの基本について学んでいきましょう。まず本誌の図1にあります、このブルーグラス G ですね。普通の G だったら、こういうふうに、この5弦の2フレットですね、いわゆる G の3度上の音。この音をまあ使わないんですね。でも5弦ごともミュートしてしまうと。で、5弦は鳴らさず、こういうはっきりとした響きのコードです。例えばこういうので、はい、これを普通の G に変えると、かなりちょっとこうのどかで、フォーキーな匂いがかなり増したと思うんですけど、やはりブルーグラスではこっちのね、G をよく使います。モダンブルーグラスなんかではね、もうほぼこっちの G しか使わないので、これはね、必須ですので、ぜひ覚えましょう。次に、図2にあります通り、C コードの押さえ方もちょっと特徴があります。こういう風にですね、薬指を、はい、このように5弦と6弦、交互にこういう風にね、行き来するんですけども、これによって、ダン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 っていうね、ベースのこの運びをまあ再現してるわけですね。ね、これこの後に出てくるパターンでもまあ出てきますので、その時におさらいしましょう。3、4。はい、薬指がね、動きます。戻ります。テンポ戻します。続いて、これもね、ブルーグラスギターの醍醐味の一つなんですけど、ランと
というものをね、紹介していきます。ラン、まあベースランのことなんですけど、一番有名なのが G ランですよね。はい、この G ランをはじめとして、ブルーグラスギター様々なランのパターンがあります。ほんの少しなんですけれども、それらを紹介していきたいと思います。3,4 少し早くやります。続いて、EX5、G から C に行く時のランパターンです。こんな感じです。ちょっと手前から始まりますね。3,4,1,2,3,4 はい、ね、このね、このシンコペーションですね。ここをダウンダウンとダウンでやると、よりこうはっきりとした音になりますね。もうこれなんかはソロでも使えます。これは G ランですねというような感じで EX7、 これはね非常にシンプルなんですが、こういう、はい、スライドをね入れることによって、こうアクセントにするという、小節の頭とかに置くと非常に効果的です。 3,4 少し早くしますと、はい、こんな感じになります。これなんかもね、ここだけ抜き取って、こういう感じでね、ソロの見せ場にも使えそうな、ようなこともできる、ね、そういうランですね。はい。それではここまで出てきたパターンを盛り込んだ GCD の3コードの12小節パターンをですね、最後に弾いてみましょう。それでは少しね早めにやってみたいと思います。 1,2,3,4 はい、ということでいかがだったでしょうか。2回目もぜひお楽しみに。ということで、現代ブルーグラスとフラットピッキング革命の時間でした。また次回お会いしましょう。